5人エンジンで締めくくり、平野の仕ら、キングプヌスル。スペシャル87%。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプクヌスが5人揃ってのラストのテレビ出演の20日放送の日本テレビ系冠番組、キングプヌスル。 キンプルの実質的な最終回となるゴールデンスペシャルの平均世帯視聴率が87%関東地区だったことが22日ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は566%だった。21年5月に第1弾を放送し、昨年1月からレギュラー番組としてスタートしたグループ初の冠番組。番組ラストの企画として、 キング・アンド・ピスの夢を叶える五人旅、と題し、一泊二日の旅行を観光。オリジナルの花火大会では、平野が花火玉に、五人の関係は花火のように散りません、と記入。打ち上がった花火を見て、騎士も、正直地よちよぎれそうになった。命かけて一生忘れない、と、感慨深げだった。五人でエンジンを組んで締めくくった。 小なり、キング・アンドプスの歩み大なり。逆三角18年5月、騎士、平野、岩橋玄樹、長瀬、高橋、神従寺の6人でデビュー。シングル、シンデレラガールは、初週売上577万枚。逆三角同11月、岩橋がパニック障害のため休養。逆三角同年12月 NHK 紅白歌合戦初出場。 逆三角21年3月、岩橋が脱退、ジャニーズ事務所を退除逆三角同年8月、日本テレビ系、24時間テレビ、パーソナリティ。逆三角22年1月、日本テレビ系冠番組、キングブズル。スタート。逆三角同年4月、初ドームツアー開催。 逆三角同年11月23年5月22日をもって平野、騎士、神宮寺が脱退すると発表。逆三角同年12月5人では最後となる紅白出場。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。